広沢麻衣さん八王子。
そして 100m と2種目、江戸川優和さん、東京。400m では奥田まつりさん、東京。800m は2名の選手、奥田静香さん、東京。吉沢玲さん、日本橋女学館。そして1500m では日高かなみさん、10点。佐藤みなみさん、10点。100メートルハードルは2名の選手、佐藤みなみさん10点、失礼しました。鳴川亜美さん、白梅学園。柳下美佐子さん、戸板女子。400メートルハードルは2名です。吉沢玲さん、日本橋女学館。柳下美佐子さん、戸板女子。5000メートル競歩は2名、加藤泉さん、高島。水瀬美和子さん、緊張。フィールド競技です。走り高跳びは2名、古川さとみさん、片倉。糸久優香さん、ロカ。走り幅跳びは3名の選手です。水口佐渡さん、白梅学園。白鵬は奈々さん、上等。高橋黒川さん、白梅学園。砲丸投げでは坂本沙絵さん、戸板女子。清水夏穂さん、田梨。藤田智香さん、戸板女子。そして円盤投げは2名の選手です。石井愛美さん、東京。藤田智香さん、戸板女子。槍投げでは小林ひなのさん、ロカ。七種競技には3名の選手が出場します。澤田樹里さん、白梅学園。早水舞さん、駒場。高橋好花さん、白梅学園。そして女子のリレーチームです。 400m リレーは1チーム、翼高校総合高校チームです。鳥海さん、加田さん、伊藤さん、広田さんです。そして 1600m リレーは3チーム、白梅学園チーム。村上さん、渡辺さん、野田さん、鳴川さん。そして八王子高校チーム、並木さん、伊藤さん、広川さん、小林さん。そしてもう1チームは東京高校チーム、森川さん、上村さん、大野さん、奥田さん。男女南関東大会を勝ち抜きまして、山梨インターハイに出場する52名61種目8チームのリレーの皆さんです。今一度拍手をどうぞ。失礼いたしました。女子のリレー東京高校チーム、今一度前お願いいたします。東京高校 400m リレー、武田さん、江戸川さん、上村さん、奥田さん、失礼いたしました。それではこんにちは、川田樹里です。私たちは今までこのインターハイに向けてどんな練習も一生懸命頑張ってきました。今回は関東開催ということもありまして、さらに気合を入れて頑張りたいと思います。全力を尽くして、精一杯頑張ってきますので、応援よろしくお願いします。白梅学園、澤田樹里さんが代表でお言葉をいただきました。そして、監督陣をご紹介いたします。総監督に小林孝雄先生、東京高校。男子監督に氷見野孝博先生、英明館。女子監督、宇野和茂先生、翼総合高校。監督陣を代表して東京高校小林孝雄先生からお言葉をいただきます。皆さん、こんにちは。ここに揃いました、東京都のインターハイ出場選手、全96名、
ここ数年では史上最多の出場となります。東京は昨年国体で総合優勝を果たしまして、日本で一番陸上競技の強い都道府県ということを自負して、日本一厳しい南関東大会を勝ち抜いた、選手たちです。この後7月の終わりから8月、3日まで、山梨県甲府で、インターハイが行われます。ほとんどの者が優勝候補者です。ぜひ、現地、山梨の甲府までお越しいただき、ご声援いただければ幸いですが、ぜひ東京からも絶大なるご声援を賜りまして、本日の総合会とさせていただきます。今日はありがとうございました。それでは高大連を代表にいたしまして、激励の言葉をいただきます。皆さん、おめでとうございます。今回の山梨で行われるインターハイですが、実は昨年国体が行われた足の元スタジアムで開催するという話がありました。残念ながらスタジアムの陸上競技場としての完成が遅れたために、山梨県でやっていただくということになりました。そんな疑惑のついた大会ではありますけれども、東京都を代表してぜひ頑張ってきていただきたいと思います。東京都のこの陸上競技に登録している選手の数は現在8022名います。皆さんはその中の代表ということで、山梨の地で自分の力を尽くしてですね、力を出し切ってベストを本当に尽くしていただければ、その後ろにいる8022名の残りの人たちの無念さを解くことができるんじゃないかなと思います。出たくても出られない人が後ろにたくさんいる。その代表として恥ずかしくない試合をしていただきたい。8月暑い中ではありますけれども、頑張ってきていただきたいと思います。以上、激励の言葉をいただきました。ありがとうございました。オリンピック出場者です。男子円盤投げで東京高校安藤夢君。100メートルでは大島健太君、東京。そして1万メートル競歩で小野川実君、東京実業高校。この3名がユースオリンピックに日本代表として出場いたします。そして世界ジュニア、7月22日からアメリカ・ユージンで行われます、我々東京高大連の先輩方がお越し、皆さんから向かって左側、女子短距離東京高校出身、高森真央さん、青山学院大学、今一度拍手。そして田園調布学園出身、伊藤明子さん、筑波大学、400メートルハウスで出場いたします。どうぞ一歩お下がりください。そしてアジア大会で9月21日からアジア大会に出場する、東京高校出身、藤森杏奈さん、青山学院大学。そして女子マラソンでは早川恵里さん、駒場高校出身です。中国、アメリカ、韓国、東京高大連から世界に羽ばたっていった先輩方も応援をしていきましょう。以上で山梨インターハイ出場選手壮行会を終了いたします。大きな拍手をどうぞ。ユースオリンピック日本代表です。そして高森真央さん、伊藤明子さんも前へどうぞ。世界ジュニア出場する2人、水木総務委員長から激励金が渡されました。頑張ってください。